こんにちは、中里春菜です。突撃 M リーグ2019は私が担当させていただきます。今回の紹介するチームはこちら。コロミー麻雀ファイトクラブの皆さんです。ありがとうございます。まずは藤崎さん、はいはい、はい、M リーガーおめでとうございます。ありがとうございます。さあ、ここのコナミ麻雀ファイトクラブのこの3名の中に入ったんですけど、はい、印象はどうですか？もともとね、付き合いの長い人たちのチームに入れてもらったんでね同じね、団体の3人ですけれども。そうですね、うん、ただ麻雀のジャンプがね、ちょっとチームカラーと違うんで、はい、まあ、そこだけが若干ギクシャクする時はありますけど、まあまあチーム全体の雰囲気はね、非常にいいので。はい、麻雀の話をされてるときはやっぱお話合わなかったりするんですか？ジャンプは麻雀の話は基本しないです。しないんですか？はい、チームでは。はい、じゃあ何の話をするんですか、この4人でいるとき？いや、それはちょっと放送できない、ね、基本的にまあけなし合ったり、罵り合ったり、そういう間柄です。我々はあ、もうこの3人の、まあ、メンズっていうか、まあ、おっさん3人は、はい、私は違う。ボーイじゃねえだろメンズ、メンズの中ではもうけなし合ってるっていうことなんですね。それでこう控え室の雰囲気がいい感じになるという、うん、だから多分全チームで一番穏やかな、あ、それは思いました。なんかこう、アットホームな、遠慮がないんですよね、基本的に。はい、であんまり敬語も使わないし、僕は、うんうん、いや、敬語知らないだけだからなんかお二人が敬語で話されてるのはちょっとなんか見たことがないかもしれないですけど、まあ、僕にはいつも敬語なんですけどね、まあ、そんなことないね一番タメ口一番だから、みんながみんな自分が一番偉いと思ってるから。いや、だって、うん、エンマ様と魔王様って、いやいや、藤崎さんも、うん、高宮さんも、あ、そんなことないんですよ。だってこの間ね、うん、マリちゃんが、うん、藤崎に向かって、おさんとかね、偉いと思ってますね、みんなのおさん。ちょっとカメラ止めてもらって全員じゃあ自分一番と思ってやってる感じ、あれ違う、私はそんなことないですよね。私はみんなに気を使ってやってる。だってエンマとか魔王とかベルセルクってさ、はい、まあ言っても化け物とかいいんですよ。そうなんですよ、忍者だけがね、ちゃんとしてるじゃないですか。そうなんです、こう忍びで ね、はい、化け物の中にちゃんとしたのが一人入ってる僕が一番偉いじゃないですか、やっぱり。やっぱりですか、ベルセルクも人間ですから。あ、そうなの、あれ神様じゃないの？あ、そっか、じゃあ神、あれ北欧の神様じゃない、神様がいいです。はい、神様とエンマ様しかいないじゃないですか大魔王、地獄の大魔王、大魔王、大魔王ですよね。大魔王とエンマ様ってどっちが偉いんですか？じゃあ昨日それがテーマな、ちょうどそれをね、作成で使ったんですよ。はい、はい、そしたら、まあ、成績見ればわかるだろうって、まあ一人だけほらプラスしてる、一人っていうか、まあ、私もプラスしてる一番チームでプラスしてるということは、はい、エンマ様の方が昨日はね、昨日は上だけどこの認めなさ具合がすごいですよ。チームの中でじゃないですからね、今1位ですからねそれをチームの中でって言っちゃってます、言っちゃってますからね。もうチームでのなくてこの中でもう競っちゃってるんですそうそうそう、もうね、外とは戦わない中でバチバチで、そういう試合じゃないよね。ヒサとどっちが上かっていう勝負だから、うちは。まあそのうち4人で直定させろって言い出すと、もう4人で卓囲んじゃってって感じですね。ホワイトボードにある作戦っていうのはいつも誰が考えられてるんですか？まあ、試合に出ない人が基本的に考えるんですけど、まあ、前原さん結構多いですかね。あ、もう書いて、もう試合出ない時でもなんか前もって色紙に書いてくれたりとかね、でそれ写真撮って送ってくれたりとかもあるし、本当に半紙の上に筆で書いて、はい、酔っ払って書く時と、はい、あとはこれまずいなと思って朝起きてもう一回書き直したりとかね、はい、筆でこう書かれてる。そうそう、で、はい、結構書きやすいのは、いや写真でそれを送ってくる、ね、そう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 、いいじゃないですか、なんかそれはいいですね、厳かな気持ち、雰囲気あるからね、うん、作戦って感じがします。命名みたいですけどね、なんか私ですね、作戦って言いながらね、全く作戦になってない。違うんですか？え、例えばどんなの？なんか、うん、なんかポエミーなんですよ。ポエミー、うん、なんか趣深い言葉ってこと、花がなんたらかんたらみたいな感じで、ちょっと理解するのに時間がかかる、もしくは理解ができないんですけど、そうそうそう、下回り回ってるみたいな、だいたい、そう、だいたい雰囲気で、なんかなんとなく雰囲気が伝わればいいな
大体前原さんが試合出ない日は作戦がこう送られてくるんですけど LINE、はい、で大体3人の会話はこれどういう意味なんて読むのとかなんて読むのもわからない難しい字で漢字書かれてる感じ、みんなほら画像ないから深くねえもんな一緒だわ同じ高校だったそう同じ高校そうでしたねなんか調べちゃいましたよなんか先輩と後輩だったそうあの憧れの先輩で僕に憧れて連盟に入ってきた知らなかったし憧れでもね噂では IQ が一番高いのは連盟では藤井藤さん私かってだから憧れ方が言いましたけどみんなねほらリーダーになりたいから、ね、私が IQ 高いなって褒め言葉を言おうとすると私私僕も私のことですねみたいな感じでみんななる藤井が一番高い160とかですかそうなんですね、で160代っていうのはどういう数字かっていうと、うん、大体東大受験するのは大体あの受かる人は大体160ぐらいってことですか、うん、後から調べたの160がどれくらいかってそうそうそうこんなに偉い人だったのかとあの人生で初めて言いますけど、はいまあ、自分ではちょっと恥ずかしいんで言ったことないんですけど、はい、うち兄弟2人で、はい、お兄ちゃん東大なんですよでも IQ 僕の方が高かったへぇーそうなんですか、はいうん、初めて言いますけどね、はいうん、賢い兄弟、うんうん、じゃあみんなね、そこはかとなくね自分の自慢を確かにすごいさりげなくて全部受け入れてしまいましたってことは結局僕もそれなりに IQ 高そうだってことです同じ高校だもんねそうですよね高校ご一緒なんですよねはい一緒なんですけど、うんうん、うちらの高校から東大入る人いないもんねだって、ね、聞いたことないね、はいあの隠れ IQ 高かったってことですかあの高いんだけど勉強しないんで、はい、努力はせずってこと努力はせずで、はい、あの才能だけで、まあ、ここの高校に入ったけど普通の人はこのくらいやったら大体ここの高校入んなきゃダメだろうみたいな前でもそういうとこあるねだから、ね、もう才能だけで持ってるそうですよねなんかもう才能の塊じゃないですかいやいやこのお二人はいや本当に私はって言ってるから彼女は去年すごい苦しいんだから、うん、まあ本当に大輪の花を咲かせたなっていう感じなんか今私の話になっちゃったなっていいですよ全然いいですよ今日藤崎さんの話なのかなって違うだから藤崎をメインっていうのは大体10分の1ぐらいあとはまあメインじゃないじゃないですか大丈夫大丈夫6名なんで俺以外の話は全部バッサリ取れ高がノーショップだろお前偉そうなんだよすいません本当ねこんな感じの会話なんですか控え室だと大体こんな感じですね、うん、4人でいるとこういうたわいもない話で盛り上がって、うん、無駄な話だけ無駄な話麻雀見てみたいな麻雀の話でみたいなだからまあまあここだけで言いますけど控え室選手戻ってくるじゃないですか、はいはいはい、一応ツイッターでファンの方は喜ぶでツイッターで上げてるんですけどおかえりみたいなやつやってますよねやってますよねあれあのトップで帰ってきた時は、はい、あれだけでもう終わりですって会話ないですもんわずか10秒じゃないですかあの3着4着で帰ってきた時の方が会話盛り上がるみたいな、ね、そうそうそうえいいじゃないですか、はい、それ雰囲気が楽しって楽しってでもまあなんか大丈夫だよ気にしないでって言われるよりは、はい、なんだよって言われた方が元気になるっていう認識ってことでしょうかでもまあその程度能力じゃないから大丈夫1位だからねしょうがないね今はしょうがないですねさあ参りますでは山手線ゲーム山手線ゲームってやったことありますかナイス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 ナイ僕ら友達いないからなるほど大抵2人でいるから2人で山手線は確かにやらないねまあ絶対、うん、だって何飲み会とかでやるんじゃないですかそれあ確かに飲み会とか行かないですか行かないもん終点に誘われないですよ初山手線ゲームの模様でここは2人でいるからいいけどね、うん、俺いつも1人しかいないからそうですよねいつも1人でいるから1人でやらないでしょやらないです、ね、だいたいもう外でお酒飲まないそうですね確かにで高宮も一切飲まないし私は飲まないですけど別に女子会でやるもんねやりますよ、ね、寝てるんやったら寝てないです寝てるマリちゃんから始まるイエーイ山手線ゲームイエーイ
お題はコナミ麻雀ファイトクラブのいいところ、おすすめのところ。攻撃力、単純、打点が高い、和やか、ファミリー感、マリちゃんが可愛い、なかったらもういいよ。ないんだもんだって。ない。もうだいぶボケ寄りに来てるんだからさ、振りが来てるんだからボケればよかったでしょ最後。これがかっこいいとかでも全然よかった。耳に入ってこなかったもん。入ってる。私失礼ですよ。というわけで6個でした。ポーズ教えてもらおう。というわけで有名なあのファイトクラブのポーズをぜひ私に伝授していただきたいんですけど、はい、一番得意なのはどなたなんでしょうか。まあ、僕ら2人なんですけど、はい、僕が代表してやりたいと思います。はい、これってどなたが考えられたんですか。はい、僕と前原さんが中野駅で待ち合わせをしたんです。はい、それでおはようみたいな感じでこうやったのが始まりだった、はい。じゃあお二人で待ち合わせの時に生まれたものなんですね。いや正確に言うと、はい、おはよう前原これだよ前原さんじゃなくて組んですか。そうで、それが壺に入ったらしくて、はい、どこでもやる、それがどこでも前原くん、くん今日もやりましたね。今日もやった一発目の挨拶。ぜひぜひ、じゃあそれを教えていただきたいと思うんですけど、はい、角度とか、はい、手の感じとか大事ですよね。大事、まあ、うん、そうですね。ポーズで言うと、まあこう上から指を揃えてやる感じなんですよ。伸ばしちゃっていいんですか。伸ばしていいです、はい。じゃあここを3本は握っちゃう感じで、はい、ここは立てて、うん、角度は結構ね言われるんですけど、はい、まあそれは別に好みでいいんじゃないですかって言うんですよね。お客さんとかも、ね、はいはい、言われることあるんですけど、このポーズでって言ってくださる方いっぱいいると思うんですけど、はいはい、写真なんかもね結構このポーズで一緒に撮ってくださる方が多いんですけど、はい、はい、ぜひじゃあ、でこれがまあメインのやつですよね。今やってるのはこれですね。メインはこれでメインで、はい、あと、まあ、何人かでいる時は、はい、高宮バージョンっていうのがあるんです。何ですかそれ。そう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 。いやほら前に出すと人の顔にあの佐々木さんみたいにこうやってなるじゃないですか。こういうやつですね。見たことある。でファンミーティングとかで、うん、ね来てくれた方の顔にこうやってかぶせたら悪いなと思ってこう横に。これがマリちゃんの優しさポーズですね。そうそうそう。この辺にこんな感じになるの。かわいい。どっちにします？だから両方。両方取ります。だからあの何人で取るかによって変わってくる。だから僕とシャツと二人しかいないとか。右と左でできますからね。かぶらないように。なるほど。でこうやってどこでやるの？おはようマイラブ。カメラ。この辺。うん、この感じだよね。そうだから、あっち向いてください。ああ。二人でやるときはまあ。あ、いいですね。はい。まずこう、肘を伸ばす？伸ばす。伸ばした方がかっこいいですもんね。伸ばして、両手でこうすると。じゃあ4人のときは？4人のときは簡単ですよ。左に2人、右に2人なんで。あ、なるほど。じゃあ、ここは右でね。こちら側は右で、こちら側は左。3人の場合は真ん中はどうするんですか？あ、3人の時は高宮がセンターで、うん、あ、高宮はこっち、こうしてるんだ。あ、なるほど。あ、なるほど。じゃあ左で行きますね。はい、注意しなきゃないのはカメラに向かって自分の顔と誰かの顔をかぶせないように、かぶせないようにして肘は曲げずに、はい、うん、いや、そっちサイドはあのかぶってない、かぶらないように、緊張近いからな。で、そうですね、この、はい、それではカメラに向かって行きたいと思います。はい、はい、それではよろしくお願いします。去年に比べるとね、底辺まで沈んだ数字が半分で済んでますんで、今年は早くもプラス1まで来てますんで、今年は優勝を目指して皆さんと去年の分まで楽しさを嬉しさを分かち合って大騒ぎしたいと思ってますんで、優勝を目指して頑張りますんで応援してください。よろしくお願いします。マイクトップ取ってね。タイミング。はい。
ここまで出るってことね。こっちこうやって。マージャンファイトクラブ、高崎佳選手、高宮麻里選手、前原雄平選手、藤崎貴選手です。おお、かっこいい、かっこいい。さあ続きましてランキング5位。このコーナーは、例えば他のチームに移籍したいと考えたことがあると言った名前を出して答えられないような質問に答えてもらうコーナーでございます。自分はユニフォームが似合っている、自分はユニフォームが似合っていると思う方、スイッチオン。9人。どうですか前原選手。押しておりません。